What is up, guys? It's Fox King JM, and we are back at it with more Attack on Titan for the PS4. And last mission, Eren was kind of getting a little bit out of control, but with thanks to Armin's words, he's back in control. So let's do this. I was born ready. All right, let's do this. Alright, another cutscene is about to come up, so I'm gonna turn off my mic. Just a feeling. されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら、早く来いよ、このノロマ。見たね。あなたを無
Yeah.
超人の恐ろしさは数の力だ。この調子で減らしてやる。すごい。私も続こう。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。 あれは… 自由の翼… おい、ガキども、これはどういう状況だ。 手の空いてる奴は来い。 これは調査兵団だ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。 Levi right here, she's the best character. Let me show you why. See? Like, he could take out a Titan like just like that. That's better. Of course, my blade had a break after a long time. Oh well. じゃねえ、討伐だ。
We'll fight the dominoes later. Oh damn, I forgot about the... Do this real quick. ここは俺だけで十分です。
Of course, I ran out of gas too. Man, this is so weak. Alright.
finally.壁に置いた斧を大丈夫なんでしょうか。心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力にならず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこの崖にかけてやれ。新兵か。 穴を塞いだエレン・イエーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか。よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。 Alrighty. Let's see. Nice. Very nice. So. I think there's a cutscene gonna come up, so turn off my mic. 巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は、壁内に大きな衝撃をもたらし、様々な議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、 ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。事の顛末を知る彼は、傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団と、エレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする 保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。 生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。待って。 これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵があるぶん厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らも よく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。佐藤。
ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから、私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。With Tulsa Drifstick back under control, normal life finally seems to be returning. Let's see. Oh, wait, wrong way. Let's see.Character. Oh, it was this. I believe it was this one.No, it was disc shade. Yeah. There we go, that's much better. So anyway, that will be it for today. So I hope you enjoyed these Attack on Titan videos, guys. And...
you know, I'll be updating some more other content too, like more Overwatch toxic gameplay. I need to get back on Kingdom Hearts. I need to get back on Neo 2. It's been like almost a year since the first update. But you know, and other stuff too as well. So since it's summer, I want to update a bunch of YouTube videos and get more subscribers as much as I can. Well then, this is it, guys. I am going to call it a day. And I will talk to you. I will update more content as soon as I can. So I love you guys. Be safe out there. And I'll talk to you guys later. Bye.